ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今年もあっという間に上半期が終わってしまったわね。そうだな、時間が経つのは本当に早いぜ。それで、ふと思ったけど将来の日本はどうなってしまうのかしら？未来のことは誰にもわからないが、将来の予言はいろいろとされているぞ。そうなの、一体どんな予言がされているの？予言に関してはいろいろだな。じゃあ、やばい予言を話してくれると助かるわね。いきなりヤバい予言か。まあ、いいだろう。今回はヤバい予言とその予言について注目している角ゆき子さんについて話をしていこう。よろしく頼むわね。まずは、角ゆき子さんについて話をしていこう。ゆき子さんは不思議サイト、トカナの名物編集長として活躍していた人だぜ。現在は編集長の座から降り、都市伝説を中心に様々な活動をされている方だな。ほうほう、気になる人だね。もう少しプロフィールを詳細に教えてよ。わかったぜ。ゆき子さんは幼い頃から怖い話や都市伝説に関する話が大好きな女の子だったそうだぜ。その後、成長したゆき子さんは上智大学に進学した途中で中退し、その後は白夜書房や BAB ジャパンなどに就職して働いていたんだ。それから、株式会社サイゾーに入社したゆき子さんは、ハピズムという、占いサイトの編集を担当することになるぜ。ハピズムって聞いたことがあるわね。ハピズムは先ほども少し触れたけど、主に占いや海外スピリチュアル事情を配信しているサイトだな。なるほどね。話を進めるが、ハピズムに掲載していたオカルト系の記事の反響が良かったので、2013年に不思議サイト、トカナを立ち上げ、活動していた人なんだぜ。そして、現在はトカナの編集長の座を降り、様々な活動をされているな。試しに検索してみたら動画配信とか、いろいろなことをされている人なんだね。そうだぜ、ゆき子さんは都市伝説界隈では知らない人がいないほどの人物なんだ。では、ゆき子さんに関してはここまでにして、次は彼女が注目している予言について話をしていこう。まず、スミさんはホピ族の予言について話をしているぞ。ほうほう、気になるわね。それで、少し気になったんだけど、ホピ族について教えてほしいわ。ホピ族はアメリカ南西部に暮らす定住農耕で生活する先住民族だな。定住農耕ってことは移住をしないのね。役地と狭いに現在の場所に定住したと言われているな。そもそもホピとは、平和に満ちた人々という意味だぜ。平和に満ちた人々が不吉な予言をしているのには驚きね。また、ホピのもう一つの意味として、大いなる神グレートスピリットの教えを、信じてその道に従い歩む人々って意味があるんだぜ。それで彼らは多くの予言をしているのね。そうだぜ、それで、今までにホピ族が功労した予言は9個あるんだが、そのうちの8個はすでに的中していて、9個目が世界の終わりについて、伝えられているのではないかと言われているんだ。そうなの、じゃあ、肝心の9個目を教えてもらってもいい？まあ待て霊夢、その前に的中した8個から紹介していくぜ。確かにそちらも気になるわね。では、8つの予言について話をしていこう。一つ目の予言は、白い肌をした人々が、土地を奪い、雷の棒を持ちやってくる。二つ目は、声がする回転する車輪が土地にやってくる。三つ目は、バッファローに似た角が生えた獣が土地を侵略する。四つ目は、大地は鉄の蛇で覆われる。五つ目は、巨大な蜘蛛の巣が大地に張り巡らされる。六つ目は、石の川が大地に交錯する。七つ目は、海が黒く変色し、多くの生物が死滅する。八つ目は、長髪の若者が、インディアンの知恵と生き方を学びに来る。これで八つだけど、どれもパッとしないわね。確かに言い回しが少し特殊だが、的中していることは間違いないので解説していくぞ。まず、白い肌をした、っていうのはヨーロッパ人が銃を持って、アメリカ大国に進出してきた、っていうことを表していると言われているな。そして、声がする回転する車輪、これはヨーロッパ人が持ち込んだ滅ば車のことを表しているんだぜ。次にバッファローに似た角が生えた獣、これは牧畜のためにヨーロッパから入ってきた、牛のことだと言われているんだぜ。次に大地は鉄の蛇で覆われる、これは鉄道のことを表しているんだぜ。次に巨大な蜘蛛の巣が大地に、これは電線のことやインターネットを表しているんだ。次に石の川が交錯するっていうのは高速道路のことを表しているんだぜ。次に海が黒く変色し、っていうのは工場排水が海に流されることで、海が変色して多くの魚が多品でしまうことを表しているんだぜ。最後の長髪の若者が、
っていうのは1960年代から1970年代のヒッピー運動のことだと言われているんだぜ。なるほどね。確かにマリサの話を聞いていると解釈的に全て的中していることがわかるわね。そうなんだ。だからこそ、まだ残っている9個目の予言に注目が集まっているんだよ。それで、気になる9個目を教えてもらってもいい？そうだな。9個目は少し長めになるんだが、天にある住居がごう音と共に落ちてくる。それは、青い星に見えるだろう。これが起きれば、間もなくホピ族の儀式は終わることだろう。気になることが多いわね。まず天にある住居って？それはスペースコロニーのことだと言われているな。なるほど。次に青い星に見えるっていうのは？これはそのスペースコロニーが隕石と共に落ちてくることで、それが青く見えるってことだろうな。なんだか難しいけど、一番気になるのがホピ族の儀式ね。これは一体何のことなの？このホピ族の儀式なんだが、これは人類の文化の滅亡だと言われているんだ。なるほどね。なんだかすごい言い回しだと思うわね。ホピ族が言うには今までに第3の世界まで滅んでしまって、現在は第4の世界だと言い伝えられているぞ。今まででそんなに世界が滅亡するような出来事って、どんなことがあったっけ？第1の世界は神様が創造した最初の世界で、地球の恵みを受けて、人間と動物が共存する世界だったようだぜ。しかし、次第に一部の人間が富を占有し、格差が生まれたため、それに激怒した神様が、世界中でありとあらゆる火山を噴火させて、地球を火の海に変えてしまったんだ。そして、第二の世界で、新たに作った世界でも、人々は格差を生み出してしまうんだ。歴史は繰り返すとはまさにこのことなのね。そうだな。そして、これに怒った神様は、地軸を傾けることによってバランスを崩し、世界を氷河期に陥れたんだ。そして神様に祈りを捧げた人々は神によって助かり、それ以外の人々は、死んだり氷の中に閉じ込められたりしたんだ。ほうほう、なんだかすごい世界観ね。そして、氷によって生まれた大地が第三の世界を形成したんだ。その第三の世界は、現代と同じように、兵器や科学技術が生み出されるような、高度な文明だったんだが、それが結果的に世界大戦に結びついてしまい、激怒した神様が、大洪水を起こして、大陸自体を海の中へと沈めたんだぜ。なるほどね。現在になって海中都市なんかが存在する根拠になっているからね。それと未だ解明されていない大パーツも多く存在してることから、第三の世界が、優れた文明であったことがわかるよな。でも、貧富の差が広がることが、文明の終わりに結びつくなら今の状況も、かなり終わりに近いってことなの？そうだぜ、ホピ族9個目の予言の時は近いと言われているな。そんなにヤバい状況だったのね、勘弁してほしいわ。まあ、心配するな。一部では、ホピ族の予言は回避できると言われているぞ。そうなの。それで、ホピ予言ってどうすれば回避できるの？ホピ族の信仰する神様が言うには、あらゆる生命と共存共栄することだな。質素な暮らしをしていた頃に生活レベルを合わせていくのね。そうそう、ただし、今の人々にはかなり難しいだろうな。スマホなしで生きられるかって聞かれたら一瞬で答えが出てしまうものね。そうなると、予言の時が来た時には、神様の教えを守った人々のみが、次の、第五の世界に進むんだろうな。もし今の世界が滅んだとして次の世界の文明レベルは、どれくらい発達していくんでしょうね。案外教えを守り続けて、質素な暮らしを続けるかもしれないな。逆に今以上に発展したすごい文明ができていくかもしれないのよね。確かにその可能性は否定できないな。次にユキコさんは日月神事に注目しているそうだぜ。日月神事、聞いたことがあるわね。そうだな、一応、日月神事とは何か解説していくぜ。よろしく。日月神事とは神典研究家で、画家でもあった岡本天明に、国上立尊という高級神霊からの神事を、自動書記によって記述したとされる書物だぜ。なるほどね、それで自動書記って何なの？自動書記とはオートマティスム現象が起きている状態で筆記を行うことだな。また、オートマティスム現象とは心理学用語で、筋肉性自動作用、という意味であり、あたかも、何か別の存在に憑依されて、肉体を支配されているかのように自分の意識とは無関係に動作を行ってしまう現象などを指すんだぜ。まとめると天明さんは、国上立尊に憑依された状態で、日月神事を書いたってことになるのね。そういうことだぜ。個人的には、憑依されて文字を書くことがすごいと思ってしまうわね。でも、
どうして天明さんに国上立村が憑依したんだろうね。それは、天明さんがもともと大本教という国上立村を原点とする宗教の信者だったので憑依したと考えられているぜ。突然神様が憑依してくるなんて怖いわね。確かに怖いな。それで、国上立村ってどんな神様なの？国上立村は、日本神話に登場する神で日本書紀においては、初めての神とされるぜ。また、日本神話の根源神として一部の神道や宗教などでは非常に重要な存在だと考えられているんだ。数ある神様の中でも一番の神様ってことはものすごく偉い神様なんだね。そうだな、考え方はいろいろとあるが、偉い神様であることは間違いないぜ。それで、天明は国上立村に憑依された状態で合計17年間かけて日月神事を作成したぜ。かなりの年数をかけて作成したんだね。もしかして17年間ずっと憑依されていたの？いや、それは違うな。1回目の憑依は昭和19年頃で2回目は昭和33年頃に憑依されて作成したと言われているな。また、そのうち1回目の憑依されて作成したものを元巻き、2回目に憑依されて作成されたものを補完と言われているんだ。なるほどね。それで、日月神事には世界の終わりが予言されていることからユキコさんは注目しているんだ。かなり物騒な話ね。確かにそれは間違いないけど、予言の内容を解読すると2025年にはいろいろな出来事が起こり、選ばれた人物のみが楽園に行けると言われているんだ。選ばれた人間？じゃあ私とマリサは無理だね。どうだろうな。日月神事には信仰心が強く良心を大切にしている人が楽園へ行くことができて、その後楽園でいい暮らしを行うことができると予言されているんだ。つまり、言ってしまえばなんとかなるのかな。その点は何とも言えないな。ただ、間違いなく言えることは、ホピ族の予言日月神事のどちらも、今後の世界はヤバいということだな。なんだか、この先が真っ暗になるわね。まあ、そうだけど、所詮予言だからな。確かに気にしすぎると体に毒だからね。それは間違いないぞ。さて、日月神事に関してはここまでにして、次はユキコさんが注目しているある計画について話をしていこう。ある計画って何なの？それは、イーロン・マスクが考えているムーンショット計画だな。これは人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現しようという計画だと言われているぞ。なんだかものすごくヤバい計画だね。そうだな、計画が完了すると新たな世界が生まれることは間違いないだろうな。そうね、少し言い換えると、現在の肉体を持っていることで逆に制約されているというわけね。そうだぜ、今後ロボットの身体になっていく社会を推奨していくのかもしれないということだぜ。でも、この考えは仮想空間の考え方もそれは近いわよね。そうだな、ただし、メタバースに対してイーロン・マスクは反対的な考え方を持っているんだ。そうなのね、でも、仮想空間か身体をロボットにする。どちらも現在身体を捨ててしまう。という考え方はあまり違いはないと思うけどね。難しいところだが、今後の地球環境によっては、過酷な環境に対応できる身体のために、ロボット化していく方がメリットは大きいと考えられているな。それはあるわね。電気だけで動くなら、農場をすべてクリーンな発電にしていくということもできるわね。そうだな、もし、そんな世界が来ると、どんどん食がなくなっていくことが考えられるぜ。そうよね、食品が全く必要ないのなら、食品産業は全ていらないものね。それに伴う産業も不要になるぜ。衣食住にかかる食がなくなるわけだものね。そうだぜ、また、かなりぶっ飛んだ話になるんだけど、一部では、イーロン・マスクがロボットで、火星に進出すると考えられているんだ。この話は聞いたことがあるわね。まあ、古い小説に登場したロケットの名前がイーロンだったことから、この話が出てきたというのが通説だけどな。それにしてもロケットのイーロンと富豪のイーロン、なんだかなんとも言えない運命を感じてしまうわね。まあ、確かにそれは否定できまず、スミさんはホピ族の予言について話をしているぞ。ほうほう、気になるわね。それで、ホピ族について教えてもらえる？ホピ族はアメリカ南西部に暮らす定住農耕で生活する先住民族だ。定住農耕ってことは移住をしないのね。約1000年前に現在の場所に定住したと言われているな。そもそもホピとは、平和に満ちた人々という意味だぜ。平和に満ちた人々が不吉な予言をしているのには驚きね。ホピのもう一つの意味として、大いなる神グレートスピリットの教えを、
信じてその道に従い歩む人々って意味があるんだぜ。それで多くの予言をしているのね。そして予言は石板によって伝えられているが、その大地に眠る鉱物資源は、人々が戦争や破壊のためではなく、平和のために使用することで学ぶまで、誰にも決して掘り出させてはならないと警告しているんだぜ。ということは、予言はまだまだたくさん残っている可能性があるのね。語り継がれているものと眠っている石板の数から予想されているのは、1000個以上は予言があるんじゃないかとも言われているんだぜ。そんなにあるのね。少し話題から離れるが、ホピ族が作り上げるアクセサリーは、インディアンジュエリーの4大部族として人気を集めているんだぜ。4大部族、いい響きね。アクセ界の4校ってことね。ちなみに他の4大部族はナバホ族、ズニ族、サントドミンゴ族だ。頭の片隅に置いておくね。さて、続いて本題の予言についてだが、今までにホピ族が公表した予言は9個あるんだが、そのうちの8個はすでに的中していて、9個目が世界の終わりについて、伝えられているのではないかと言われているんだ。それで、肝心の9個目を教えてもらってもいい？まあ待て霊夢、その前に的中した8個から紹介していくぜ。確かにそちらも気になるわね。実はこれらの予言について、順番は関係ないと言われているんだ。白い肌をした人々が、土地を奪い、雷の棒を持ちやってくる。声がする回転する車輪が土地にやってくる。バッファローに似た角が生えた獣が土地を侵略する。大地は鉄の蛇で覆われる。巨大な蜘蛛の巣が大地に張り巡らされる。石の川が大地に交錯する。海が黒く変色し、多くの生物が死滅する。長髪の若者が、インディアンの知恵と生き方を学びに来る。どれもパッとしないわね。全部的中してるのよね。そうだな、一つ一つ見ていこうか。白い肌をした。っていうのはヨーロッパ人が銃を持ってアメリカ大国に進出してきた。っていうことを表しているな。そして声がする回転する車輪。これはヨーロッパ人が持ち込んだ滅ば車。のことを表しているんだぜ。バッファローに似た角が生えた獣、これは牧畜のためにヨーロッパから入ってきた、牛のことだと言われているんだぜ。大地は鉄の蛇で覆われる、これは鉄道のことを表しているんだぜ。巨大な蜘蛛の巣が大地に、これは電線のことやインターネットを、表しているんだぜ。石の川が交錯するっていうのは高速道路のことを表しているんだぜ。海が黒く変色し、っていうのは工場排水が海に流されることで、海が変色して多くの魚が死んでしまうことを表しているんだぜ。最後の長髪の若者が、っていうのは1960年代から1970年代の、ヒッピー運動のことだと言われているんだぜ。なるほどね、解釈的に全て的中しているのね。そうなんだ、だからこそ、まだ残っている。9個目の予言に注目が集まっているんだよ。それで、気になる9個目を教えてもらってもいい？そうだな、9個目は少し長めになるんだが、天にある住居が轟音と共に落ちてくる。それは、青い星に見えるだろう。これが起きれば、間もなくホピ族の儀式は終わることだろう。気になることが多いわね。まず天にある住居って？それはスペースコロニーのことだと言われているな。なるほど、次に青い星に見えるっていうのは？これはそのスペースコロニーが隕石と共に落ちてくることで、それが青く見えるってことだろうな。一番気になるのがホピ族の儀式ね。一体何のことなの？このホピ族の儀式なんだが、これは人類の文化の滅亡だと言われているんだ。なるほどね。ホピ族が言うには今までに第三の世界まで滅んでしまって、現在は第四の世界だと、言い伝えられているんだ。今まででそんなに世界が滅亡するような出来事って、どんなことがあったっけ？第一の世界は神様が創造した最初の世界で、地球の恵みを受けて人間と動物が、共存する世界だったようだぜ。しかし次第に一部の人間が富を占有し、格差が生まれたため、それに激怒した神様が世界中でありとあらゆる火山を噴火させて、地球を火の海に変えてしまったんだ。そして第二の世界で、新たに作った世界でも人々は格差を生み出してしまうんだ。歴史は繰り返すとはまさにこのことなのね。そうだな。そして、これに怒った神様は地軸を傾けることによってバランスを崩し、世界を氷河期に落とし入れたんだ。そして神様に祈りを捧げた人々は、神によって助かり、それ以外の人々は死んだり、氷の中に閉じ込められたりしたんだ。ほうほう、なんだかすごい世界観ね。そして、氷によって生まれた大地が第三の世界を形成したんだ。その第三の世界は現代と同じように、兵器や科学技術が生み出されるような高度な文明だったんだが、それが結果的に世界大戦に結びついてしまい、激怒した神様が、大洪水を起こして大陸自体を海の中へと沈めたんだぜ。確かに海中都市なんかが存在する根拠になっているのね。それとまだ解明されていない大パーツも多く存在してることから、第三の世界が、優れた文明であったことがわかるよな。でも、貧富の差が広がることが文明の終わりに結びつくなら今の状況も、かなり終わりに近いってことなの？
そのことからも、ホピ族9個目の予言の時は近いと言われているな。さらにこの第三の世界で神様の教えを守り、箱舟で助かった人々が、今の世界、第四の世界を作ったと言われているんだぜ。箱舟って言えば有名なのは、ノアの箱舟のことね。世界中が沈むほどの大洪水だ。おそらくノアの箱舟のことだよな。それらを考えると昔存在したというムー大陸やアトランティスは、海の下に存在してるのかもしれないな。怖いけどロマンがあるわね。そして現在の第四の世界だが、さっき霊夢が言っていたように、歴史が繰り返されて人々が滅ぶ運命にあるとホピの予言は予測しているんだ。その予言ってどうすれば回避できるの？ホピ族の信仰する神様が言うには、あらゆる生命と共存共栄することだな。質素な暮らしをしていた頃に生活レベルを合わせていくのね。ああ、それは今の人々にはかなり難しいだろうな。スマホなしで生きられるかって聞かれたら、一瞬で答えが出てしまうものね。そうなると、予言の時が来た時には神様の教えを守った人々のみが、次の第五の世界に進むんだろうな。もし今の世界が滅んだとして、次の世界の文明レベルはどれくらい、発達していくんでしょうね。案外教えを守り続けて、質素な暮らしを続けるかもしれないな。逆に今以上に発展したすごい文明ができていくかもしれないのよね。確かにその可能性は否定できないな。確かに。次にこの世界の終わりの予言の中の、青い星に見えるだろうっていう部分について、いろいろと話をしていくことにするぞ。隕石と共に落ちてきて青く見えるかもって言ってたわね。それが、スペースコロニーって地球と同じ生活環境を目指して、開発が進んでいるのは知っているか？確かに Google だったり Apple が宇宙事業に注目してるって聞いたから、地球と似た環境を宇宙に作って移住しようとしているのは想像できるね。そうなんだ、他にも Amazon だったり Facebook などの大手企業の多くが、宇宙開発に注目しているんだよな。もしかして青い星っていうのは完成したスペースコロニーを指すの？その可能性が高いな。スペースコロニーの開発は遅くとも、100年後には完成しているとの予測をされているから、ホピの予言は、100年のうちにその日を迎えるかもしれないということなんだぜ。人口爆発と資源減少の解決策のために、宇宙開発を進めているのに、世界の滅亡に近づいているなんて何とも言えない気持ちになるわね。ホピ族の教えには、質素な生活をすれば世界のバランスが整うから、宇宙開発自体必要ないって考えなんだろうな。なるほどね。また、ホピ族の祝いによって、第四の世界の終わりが近いことが表されているんだ。そんな祝いがあるの？ホピ族の村に人工物が一切ないエリアにその岩があるんだが、この絵の中の十字の円はホピの地にキリスト教徒、つまり白人が来ることを示しているぞ。そして十字の右の二つの円は第一次、第二次世界大戦を示し、さらに右の円は三つ目の世界大戦を予言しているとされているぜ。なんだか三つ目の円から先は道が不安定になっているのね。ああ、それは調和とバランスを崩した混乱を表していて、そのまま進むと、世界が滅亡してしまうことを表しているんだぜ。下の人は何を表しているの？ああ、上と下とで分かれているのが、上が今の文明が進んだ世界で、下がホピの教えを守る世界で、物質的な上の道と精神的な下の道と分かれていると言われているんだぜ。この祝いだと3回目の世界大戦が滅亡のトリガーとなっているわけね。そうだな、実際に第3次世界大戦が起きることを想定すると、もしスペースコロニーが完成してからそうなったとすると、予言の通り、天の住居が落ちてきて青い星に見え、そしてホピの儀式が完成するというのも納得できるだろ。確かにこのまま貧富の差が広がればそんな未来もあるかもしれないわね。それにしても祝いにある予言なんてよく解読できるわね。石板に記された予言の多くは未解読のものも多いからな。今後は新たな発見があると思うぞ。確かにそうだね。次にスミさんは日月神事に注目しているそうだぜ。日月神事、聞いたことがあるわね。そうだな、一応、日月神事とは何か解説していくぜ。よろしく。日月神事とは神殿研究家で画家でもあった岡本天明に、国の男たちの御事、という高級神霊からの神事を児童書記によって記述したとされる書物だぜ。なるほどね、それで児童書記って何なの？児童書記とはオートマティスム現象が起きている状態で筆記を行うことだな。また、オートマティスム現象とは心理学用語で、筋肉性自動作用、という意味でありあたかも、何か別の存在に憑依されて、肉体を支配されているかのように自分の意識とは無関係に動作を、行ってしまう現象などを指すんだぜ。まとめると天明さんは国の男たちの御事に、憑依された状態で日月神事を、書いたってことになるのね。そういうことだぜ。まず、憑依されて文字を書くことがすごいと思ってしまうわね。でも、どうして天明さんに国の男たちの御事が憑依したんだろうね。それは、天明さんがもともと大本教という、国の男たちの御事を原点とする宗教の信者だったので、憑依したと考えられているぜ。
突然神様が憑依してくるなんて怖いわね。確かに怖いな。それで、国のとこたちの御事ってどんな神様なの？国のとこたちの御事は、日本神話に登場する神で、日本書紀においては、初めての神とされるぜ。また、日本神話の根源神として、一部の神道や宗教などでは非常に重要な存在だと考えられているんだ。数ある神様の中でも一番の神様ってことはものすごく偉い神様なんだね。そうだな、考え方はいろいろとあるが偉い神様であることは間違いないぜ。それで、天命は国のとこたちの御事に憑依された状態で、合計17年間かけて火付き神事を作成したぜ。かなりの年数をかけて作成したんだね。もしかして17年間ずっと憑依されていたの？いや、それは違うな。1回目の憑依は昭和19年頃で、2回目は昭和33年頃に憑依されて、作成したと言われているな。また、そのうち1回目の憑依されて作成したものを本館、2回目に憑依されて作成されたものを補完と言われているんだ。なるほどね。それで、火付き神事には、世界の終わりが予言されていると言われているぞ。かなり物騒な話ね。確かにそれは間違いないけど予言の内容を解読すると、2025年には色々な出来事が起こり、選ばれた人物のみが楽園に行けると言われているんだ。選ばれた人間？じゃあ、私とマリサは無理だね。どうだろうな、火付き神事には、信仰心が強く良心を大切にしている人が、楽園へ行くことができて、その後、楽園でいい暮らしを行うことができると予言されているんだ。つまり、行ってしまえばなんとかなるのかな？その点は何とも言えないな。ただ、間違いなく言えることは、ホピ族の予言、火付き神事のどちらも今後の世界は、やばいことが起きることだな。なんだか、この先が真っ暗になるわね。まあ、そうだけど、所詮予言だからな。確かに気にしすぎると体に毒だからね。さて、いろいろと話をしたら、眠くなったのでとりあえず、私は寝る。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。